皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は、東京都荒川区の日暮里駅から、JR 常磐線に乗車しています。JR 常磐線は、日暮里駅から、千葉県北西部、茨城県を経由する、343km の路線です。今回は、常磐線からの電車に乗り、上野方面へ向かっております。そして、今も多くの列車が終点となる上野駅に到着しました。ここで、この電車は上野東京ラインへ進んでいきます。上野東京ラインは2015年に開業、上野駅と東京駅を結ぶ系統路線名です。正式には東京駅までが東北本線となります。開業まではこの上野駅が常磐線、宇都宮線、高崎線の終点駅でした。ここから東京方面に向かうには奥に見えるうぐいす色の山手線やスカイブルーの京浜東北線に乗り換える必要がありました。そのため朝のラッシュ時の上野駅は山手線や京浜東北線に乗り換える人で通路は大混雑となり、ホームにたどり着けない状況となっていました。そしてこの京浜東北線、山手線外回りの上野御徒町間は体が触れ合い相当圧迫感のあるとされる乗車率 200% 前後となっていました。しかし鉄道用地に制限のある東京都内です。簡単に混雑を解消することができません。実はかつては上野駅から東京駅まで線路がつながっていた時期がありました。一部列車も運行されていたのですが、南の玄関口の東京駅と北の玄関口の上野駅の住み分けがあり、今走っている線路も折り返し列車のための待機場所として活用せざるを得ませんでした。列車は秋葉原駅に向かっていきます。上野東京ラインの開業前はこのように列車が徐行していき、秋葉原駅の横で北へ向かう中距離列車が停車していました。現在はその留置線は上野東京ラインの線路となりましたが、秋葉原駅前の再開発によって留置線の置き換えとなる場所が確保できたのです。つながっていた当時の高架橋はそのままに、線路は直結軌道に改良、一部の区間は回送する線を確保することで上野東京ラインの線路用地を確保することができました。列車は秋葉原駅に差し掛かります。この区間は東北上越新幹線の東京延伸でつながっていた東北本線の用地を新幹線の用地に転用したため線路がつながっておりませんでした。上野東京ラインはこの区間は新幹線の高架橋のさらに上を走行します。そのため35パーミルの勾配を一気に駆け上がっていきます。この急勾配は従来の使用する列車の性能によっては登ることが難しいほどの急坂です。神田駅を通過することから一部では神田峠とも呼ばれています。まもなく東京、東京、折口が左手です。
一度途切れた線路をこのようにつなげるには多くの調整が必要となりました。特にこの高架橋の建設には新幹線を運行しながら少しずつ直上に高架を建設していくことが必要でした。まもなく高架橋に到着いたします。右側の側がいたします。ご乗車ありがとうございます。10番線は品川行きです。東京のバスを出発し終点の品川となります。それではこの続きは次回へ。ご視聴いただきありがとうございました。